マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはこんなことないですか？運動を頑張ったり、カロリーを計算したり、こんなに頑張っているのに、年々体重は右肩上がり。その気持ちよくわかります。過去、今よりも10キロ増えていった頃の私がそうでした。そこで今回の動画では、40代、50代の女性が運動を頑張っても、カロリー計算をしても、なぜ痩せないのか、その根本的な原因と体脂肪を落とすために何を体に入れない方が良いのかが分かります。それは簡単シンプルな方法です。え、ダイエットって運動やカロリー計算ではないの？と思ったかもしれませんが、そんなありきたりな話ではありません。また痩せるためにこんな飲み物や食べ物を摂取した方が良いと思って一生懸命取り組んでいる方ほど、これを知らないとせっかく飲んでも食べても吸収できず、いつまで経っても健康的に痩せることができません。そうなんです。この根本的な体の仕組みを知らないと時間と労力の無駄になります。今まで痩せることができなかったのはあなたの努力が足りないからではありません。問題はデブ体質のまま痩せようとするから、ブレーキを踏んだままアクセルを踏んでいるのと同じような状態。これではいつまで経っても前に進むことはできませんよね。過去の私もまさにこの状態、根本的な痩せ体質になっていなかったのが原因だったんです。それは一体何がいけなかったのでしょうか？運動が苦手、カロリー計算なんて面倒くさくて続かない、もうこれ以上絶対に太りたくない方には特にご覧いただきたい有益な情報になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性をたくさん増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきましてお役立てください。では早速、なぜ運動やカロリー計算をしても全く痩せないのか。1、根本的な原因と、2、私がマイナス10キロ、体脂肪を落とすためにやめた食べ物3選、この順番でお伝えします。1、痩せない根本的な原因、それは腸内細菌のバランスの乱れ。その理由は腸内細菌のバランスが乱れたままだと何をやってもデブ体質のままで痩せないから。例えばまさに過去の私ですね。運動を頑張ったり、玄米を一生懸命食べてみたり、その一方で腸内細菌のバランスが乱れる食べ物も食べ続けていたんです。腸内細菌とは腸内環境を左右するもので、腸壁の粘膜に生息していて、なんと約100兆個も存在していると言われているんです。またその総重量は約1.5キロもあるんです。どれだけいるのって思いますよね。これを味方にするか敵にするかが痩せるポイントになります。腸内細菌の黄金比率は善玉菌が2、悪玉菌が1、日和見菌が7と言われています。え、痩せ菌と言われる善玉菌が全体のたった2割でいいの？と思ったかもしれませんが、ここからが大切。それは日和見菌、優勢な菌の方に常に味方になる。例えて言うと、勢力の強い方に常にくっつく、いつでも裏切る調子のいいキャラクターって感じですね。なので腸内で善玉菌よりも悪玉菌と呼ばれるデブ菌が増えると、日和見菌も悪玉化するので、全体で悪玉菌が7割増し。そうです、悪玉菌が優勢、正義の味方の善玉菌たちは居場所がないって、まあこんなイメージです。そうなんです、デブ菌に餌を与え続ける限り痩せ菌を増やすことはできない。こうなると便秘、冷えて代謝が落ちる、栄養が吸収できず痩せホルモンをうまく作れない、デブ人生まっしぐら。まさに過去の私の腸内は悪玉菌でパンパン。これではいくら痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが喜ぶ餌を食べたとしても、悪玉菌たちの方が多いので、いつまで経っても勝てないイコール痩せないという負のスパイラル、ゴールが見
見えない辛い状態が続いてました。なので何をやっても痩せない根本的な原因はあなたの努力が足りないからではないんです。デブキのせいです。大丈夫です。あなたが悪いのではない、デブキが悪いだけ。ではどうすれば良いのでしょうか。その答えはシンプルです。それは腸内環境を悪化させる食べ物を食べなければいいんです。要はデブキに餌を与えないこと。これができれば根本的な痩せ体質を作ることができます。綺麗に片付いた部屋だから新しい家具を置くことができますよね。それと同じで痩せるためにはまずは腸内の大掃除、断捨離が先です。腸が喜ぶ食べ物を食べる前に腸が汚れる食べ物を食べないことです。そこでここからは私が取り組んだ腸内環境を整えて根本的な痩せ体質になるマイナス10キロ体脂肪を落とすためにやめた食べ物を3選詳しくお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。マイナス10キロ体脂肪が落ちたやめた食べ物その1は白砂糖です。その理由は腸が冷えて代謝が落ちるから。例えば白砂糖は体を冷やす食べ物です。特に腸が冷えると腸の動きが悪くなって代謝がどんどん爆下がり。また白砂糖には中毒性があるので一度食べるとやめられない、止まらない。私も過去頭ではダメだって分かっているのにもかかわらず一旦チョコレートやクッキーを食べ始めるともう一袋全部食べないと気が済まない、こういった負のスパイラル、まさに中毒だったんですね。また白砂糖には1精製された後のものですから本来あるミネラルなどの栄養素がなく自然界には存在しない不自然なものであること。2白砂糖は体内のカルシウムを奪うためイライラとしたり情緒が不安定なる原因にも。3血糖値が急上昇して体に負荷がかかってしまう。4白砂糖を摂取すると消化するときにビタミン B1 が欠乏します。その結果疲労、めまい、頭痛などの症状が出やすくなります。私も当時はすぐイライラっときて娘や主人に当たり散らしたり、また頭痛もひどくてしょっちゅう薬も飲んでました。ところが今では気持ちも安定していて一切お薬も飲んでいません。なので私がやめた食べ物その1は白砂糖、やめた食べ物その2は小麦製品。その理由は腸壁が炎症を起こすから。例えば小麦に含まれるグルテンに免疫が誤って反応して腸の粘膜を攻撃して炎症を起こさせます。これが原因となって腸が元気に働けなくなってしまう。すると食べたものがうまく消化吸収できずにあなたは食べても食べても栄養不足、痩せホルモンの材料が足りずにますます太っていくという最悪なケースに陥ってしまいます。また過剰に摂取すると腹痛や下痢などの症状だけではなくてニキビやアトピーなどのひどい肌荒れにつながる原因になることも。まさに過去私が経験した顔中が水泡だらけでパンパンに腫れ上がるといったひどい肌荒れも小麦製品の食べ過ぎが原因だったんです。当時の私の食事は朝食パン、お昼うどんやパスタなどの麺類、夜もまたパン、そして間食にクッキーやケーキなどオール小麦製品みたいな生活をしていました。今ではあれだけ苦しんだひどい肌荒れや体調不良も全て克服して元気に暮らしています。なので私がやめた食べ物その2は小麦製品、私がやめた食べ物その3は加工食品。その理由は味覚が異常になるから。例えば加工食品に含まれる人工甘味料や化学調味料などは味覚異常になり一度食べるとやめられない、止まらないなどの中毒症状が出ると言われています。また腸などの臓器に負担をかけますので内臓の働きが悪くなって代謝が下がったり腹痛、頭痛、吐き気、イライラ、倦怠感
がんなど健康被害にもつながります。なので購入するときは必ず原材料名をチェックしましょう。人工甘味料なら特にアスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロース、サッカリン、ネオテームと表記してあるものは避けましょう。要はよくわからないカタカナ表記の天然のものではないものが NG です。よくカロリーゼロ、糖質ゼロなどと表記があるものに含まれていることが多いです。そして化学調味料なら調味料カッコアミノ酸等と書いてあるものは避けましょう。これは別名グルタミン酸ナトリウムという化学的な旨味成分のことです。これが入っていないものを探すのがとっても困難なほどほとんどのものに入っています。このようなものが入っていない無添加食品を探す方が本当に大変です。もしスーパーで商品を手に原材料名を見て残念そうに棚に戻すという動作を繰り返している人を見かけたら、それは私か私の動画をご覧になっていただいた腸活に取り組んでいる方だと思ってください。なのであなたも私とご一緒になるべく添加物が入っていないものを選んでいただいて腸に負担をかけないようにしてあげてくださいね。私は無添加生活を心がけてから頭痛や倦怠感、またリバウンドなしの健康体を手に入れることができました。ここまでお話をしていて、私はこれまでこんなに腸に負担をかけるものを食べていたんだなぁと改めて思いました。なので私がやめた食べ物その3は加工食品。以上3つの食べ物はデブ菌の大好物です。ここまで聞いてくださったあなたは、そうは言っても全く食べないなんてできないなんて思いませんでしたか？大丈夫です。私もそうです。完全カートなんてできません。なので自分では買わない、できるだけ摂取量を減らす、外食やお付き合いなどでどうしても食べてしまったという場合は純リンゴ酢白湯などを飲んで即リセットしてみる、また白砂糖の代わりに黒砂糖、小麦粉の代わりに大豆、加工食品の代わりになるべく無添加食材に上手に置き換えてみること、このように工夫した結果、私は今でもマイナス10キロリバウンドなし、あれだけ苦しんだ便秘体質やしょっちゅう飲んでいたお薬とも全て卒業することができたんです。まずは体質や味覚改善の観点から最低 2,3 週間は取り組んでみるからスタートしてみてください。またリンゴ酢を使ったリセット法については詳しく別動画でお話ししています。この動画のコメント欄にそのリンク貼っておきます。ぜひそちらもご参考にご覧くださいね。それでは今すぐあなたが取り組めるように今回の復習をします。最後までご覧ください。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。なのでそういった情報を見逃したくないという方はこの機会にぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では今回の動画の大事なポイントを復習して早速実践できるようにしていきましょう。マイナス10キロ、体脂肪を落とすためには腸内環境が乱れる食べ物を控えること、それは3つ。1、白砂糖。2、小麦製品。3、加工食品でしたね。
これらを含む食べ物をまずは最低 2,3 週間続けてみること。そうすると腸内細菌のバランスが整って、腸壁が炎症を起こさずに栄養がしっかり吸収できます。味覚も正常になってきますから、今まで美味しいと思っていた太る食べ物が自然と美味しくないと感じるようになります。結果、腸内環境が整って痩せホルモンをしっかりと作ることができるので、根本的な痩せ体質になることができます。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみたご感想などをコメントでシェアしてくださいね。私がお伝えしたことをコメント欄にアウトプットするだけで即実践につながります。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質になるための有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録してお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。